間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日はベルギー製のバイオリン2台ご紹介したいと思います。こちらはベルギー製と言っておりますが、実は本体を作っているのはルーマニアで作っています。そしてニス塗りだけをベルギーでやっているという楽器です。価格は40万円なのですが、ヨーロッパの完全手工品で40万円、ベルギーで作って40万円というのはまずありえない価格です。ですから比較的労働力の安い、賃金の安いルーマニアで本体を作って、それでニスだけをベルギーで塗っているという作り方をしています。本体の作り自体は非常に丁寧に作られておりますので、全くの完全な手工品といっていいと思います。こちらがその2台の楽器になります。こちらがカルネリ・デルジェスモデル、そしてこちらがストラドモデルです。ベルギーというのはバイオリン作りの伝統といたしましては、フランスの系統に属します。ですからこれらの楽器の仕上げはフランスのモダンバイオリンのような仕上げになっています。40万円という価格であれば、ドイツ製やフランス製であれば間違いなく量産品レベルの楽器になります。ですからこの楽器は本体の作り、白木のバイオリンの作りをルーマニアでやったということで、高品質ながら低価格に抑えることができました。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いします。